やれんで。というわけで何の前触れもなく突然始まる自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんはということで、本日いつもお世話になっておりますあのお店で気になる新商品購入してまいりました。それがこちらだ。松屋さんのホイコーロー定食特盛り。定食ダブルで頼んだんですけれども、こんな形でダブルって出てくるのねつってちょっとビビってしまいますけれども、まあ確かにダブルだけれども一つにまとめた方がエコなんじゃないのとか思ったりもいたしますけれども、ただいまご飯特盛りまで無料だっていうことで思わず特盛りにしてしまったんですけれども、この量ね、おじさん食べれるかなつって少々不安になってしまいますけれども、この蓋を開けた瞬間に香ってくる辛味噌の香ばしい香りにはたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、まずはね、もうしのごの言わずにホイコーローちゃんいただきましょう。お肉もたっぷりでご飯のお供にぴったりといった感じでね、キャベツのシャキシャキ具合がねいい感じで残ってて、この炒め具合も絶妙だなって感じなんですけれども、これね本当にいいね。決まりましたね、これは夢でしょう思わず笑っちゃいますね。野菜もたくさんあってヘルシーな印象ですね。はい、というわけで私選べる小鉢はキムチにしたんですけれども、キムチと豚肉の相性ってねもう間違いないじゃないですか。卵と一瞬迷ったんですけれども、やっぱねこう箸休め的な同じ味でずっと食べてるとちょっと飽きちゃうかなっていうことで、お漬物的な感じのキムチにいたしました。おかずをつまむと漏れなくお肉が入ってくるっていうぐらいね、お肉ゴロゴロ入ってるんでありがたいですね。はい、というわけでいつも通り自宅シリーズのお約束マヨネーズぶっ込んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。野菜たっぷりでヘルシーだなって言った舌の根も乾かぬうちにこのジャンクな感じね、男子はこんくらいがちょうどいいんですよ。はい、それいただきましょう。このね辛味噌とマヨネーズのマイルドな感じのコンビネーションがもう合うの合わないのこれはたまんない。まあむちゃむちゃうまいですね。これもうね42歳でも美味しいんだから、大学生なんか食べたら本当に失神するんじゃないかなっていうぐらい間違いのない組み合わせで美味しいですね。でマジでどうでもいいんですけれども、この松屋さんのご飯の炊き加減絶妙、本当に硬くもなく柔らかくもなく、お米の甘さが感じられてねむちゃむちゃ美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや美味しかったですね。あの甘辛味噌とご飯と組み合わせってもうなんて言うんでしょうね、この味付けさえあればご飯何杯でもいけるんじゃねえかみたいな
無限に増殖するエネルギーみたいな、そんなパワーを秘めてるなぁなんて思っていたしましたね。そしてこの濃い味付けに負けず劣らずのご飯の美味しさですよね。いや本当特盛りにしてよかったなって改めて思いましたね。もうはっきり言ってね、これさえ食べてればもう夏バテ知らずなんじゃないかなっていうぐらいスタミナ満点のといった定食でしたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は松屋さんの新商品ホイコーロー定食食べてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 。